はい、どうもパテモス協会でございます。本日は2号はないかな、飯じゃい2号を飯にしようと思ったんですけど、小分けしたら多分2号ないかな、もうちょいやな、もうほんのちょっと出したら2号でしたね。というわけで本日はご飯のお供いっちゃいやす。あ、ちょっと待って、俺醤油取ってこなあかんわ。これ醤油かけなくなっちゃった。よいしょ、刺身醤油いけや。よし、というわけでまずはこのもやの柔らぎメンマ、これいただきたいと思います。まあね、ちょっとね、実はキムチが一番食いたかったんでこの辺のやつはもう控えめでいきます。控えめでね、柔らぎメンマいただきます。うん、うまっ。うん、バリッとうまいです。一人一人が多分2号ずついけるポテンシャル持ってると思います。次、小豆島で炊いたうまい生姜、直箸でしたけどいきます。うん、うまっ。甘めです。うん、おにぎりとかに良さそう。で、アサリかシジミかの佃煮、まあアサリシジミでしょ、ちっちゃいし、まあ、メインイベントは俺の中だからね、キムチなんで、今日はキムチが食べたいんで、一発目からキムチってもほとんどなくなると思ったんで、うん、お弁当の端っこに乗っててほしい味です。うん、美味しい。やばい。足りないねこれ。持ってくるわ。2個は食べよう、やっぱり。これはちょっと 2.5 号はないけど、これ1号弱、1号はないかな。うん、冷凍する前よかった。元に戻ったな、元に戻ったぐらいかな、今食べた分ぐらいは戻ったかな。あー、ちょっと食いすぎやな。はいこれで2号ぐらいじゃないかな、もしかしたら。さあ、ぶっかけのり飯。なんか今から腹減ってきた。なんかちょっと食うと腹減るよね。ちょっと食うと腹が減る。のり飯ね、うん、かけて、かつお節とのりが入ってるのかな。盛りや守さんの盛り屋です。うん、お料理のトッピングにもいいって書いてあるね。和風スパゲティのトッピングとかにもいいってね。ネギトロとかね。これが醤油入ります。完全にこれはうまいでしょ、そら。海苔と鰹節が絶対うまいからね、ご飯とね。いただきます。改めまして。うん、うまい。この
粗めの削り節のうまさ、あと海苔もあの刻み海苔みたいなので結構ボロボロした、なんでもみ海苔みたいな感じ。でも多分この海苔が2種類ぐらい入ってますね。岩海苔みたいな、岩青さみたいなっていうのと、あの焼き海苔みたいな、うん、焼き海苔ね。まあ確かにこれ何かの上にかけてもいいかもしれないね。というわけでキムチ、ちょっと辛いけど本当に美味しいキムチっていうのを買いましたね。あの前も言いましたけど、僕ねキムチにちょい醤油なんですよ。ご飯の場合はちょい醤油、ドバドバしないですよ。ちょい醤油いただきます。うん、うまっ。うん、このキムチ美味しい。美味しい。結構こってりしてて甘っぽい、甘、ちょっと甘辛いやつあるじゃないですか。僕はね、すぎじゃないです。これ結構さっぱりしててちょっとピリ辛。このキムチ美味しい。あの好み多分あると思いますこれは近々キムチ鍋にするんで置いておきます。キムチ半端ないな、やっぱご飯が一番やな。うまん、直箸言われたな、直箸言われたな。こうしよう、ちょっとだけ、メンマ入れたい。まあこれも多分そのうちキムチ鍋にもぶっ込むと思うんで、すぐ消費しますんで大丈夫です。このキムチはもう近々鍋にぶっ込むんでね。もったいないな、ご飯弱いな完全に。これはうまっ。
構ペロリやな。2合以上あったけど、今日は。うまっ。このキムチ美味しい。ピリ辛ですね、確かに。ちょっと辛いけど本当に美味しいキムチ。最高。というわけでパチモス業界ご飯のお供で二合飯でした。ごちそうさまでした。満足。晩飯なんかな。